今回は福岡市西区小戸にある小戸神社に行ってきました。小戸神社は海岸線に面する小戸公園内に鎮座します。公園内には海で遊ぶ人やバーベキューを楽しむ方などたくさんの方でにぎわう人気の公園です。ヨットハーバーも隣接しており、海に浮かぶたくさんのヨットを楽しむこともできます。公園の中心あたりから参道の階段を上ります。小戸大神宮は神代の昔、イザナキの御事がごみそぎ払いの神事が行われた尊い地であり、天照大神をはじめ住吉神、他神々がご降誕された地として伝説もあります。公園からこの静かな参道を登っていくと、少しずつ神域へと近づいている、そんな感覚もあります。全国の神社で創造されている払い言葉の中にこの地、小戸の地名が入っております。普段は地名の由来など気にもしていませんが、歴史を紐解いていくと由緒ある尊い地というのが分かりました。小戸神社は海中から引き上げられた銅鉾2本が神宝とされ、享保10年福岡藩六大藩主黒田継高が社殿を建立したのが始まりだそうです。その昔、木製の剣や矛を奉納すると熱病が治ると信仰されてきたそうです。こちらの建物は拝殿というのでしょうか、鈴と賽銭箱だけがあり、もう一段登ったところにある本殿を下から見上げて参拝するような形です。上の段にある本殿にも行ってみます。最上部も開けた境内になっており、小さな祠なども祀られていました。こちらが白くこじんまりとした本殿です。以前は小戸大神宮も伊勢神宮に習い、20年ごとに新旧両都の交互に改築遷座が行われていたそうです。本殿横にある石は神宮皇后ゆかりの安産石だそうです。安産祈願、また慶殿の病にもご利益があるそうです。神宮皇后のこの石に腰掛けられ休息されたのでしょうか。海に面した公園の中にあり、鳥のさえずりも聞こえる緑に囲まれ、とても良い雰囲気の中参拝することができました。風光明媚な歴史ある小戸神社でした。